皆さんこんにちは、伊勢屋漬物店吉村です。本日は長芋を漬けていきます。長芋を漬けていく上で気になるのがネバネバヌルヌル感なんですけども、このネバネバヌルヌルは納豆とかオクラと同じ成分、ムチンという成分が入っておりまして、胃腸を保護したり消化を助けたりする成分なので、とても体にいいです。なのでぜひチャレンジしてお召し上がりください。どうしてもヌルヌル感が少しぬか床に移ってしまうので、それが嫌だとおっしゃる方はこうやってジップロックなどを利用してぬか床から少し借りてきて、ここで長芋をつけるということをしてみてください。私はジップロックで最初からつけてるんですとおっしゃられる方は、まあこういう普通の袋にぬかを入れてぐっと縛って召し上がるという方法を取ることもできます。では早速長芋つけていきます。まず洗うんですが、まあ、なるべくねこのひげ食感的にも良くないので、ひげを落とすように洗っていきます。まあ、洗っただけではちょっとひげが残った場合はこう包丁で少し取ってあげてください。それではつけるときに皮を剥くのか皮を剥かないかということですが、皮を剥いてしまうとヌメヌメ感が増えるのでね、皮でやっぱ保護されている部分が多いので皮付きのままつけていくんですが、私も実は一回もう先にやってるんですが、皮付きのままこれ丸ごとつけたらつかりませんでした。なので皮付きのままですが4分の1もしくは2分の1に切ってつけることをお勧めいたします。まあ、ヌメヌメ感を抑えつつさらに浸かりやすくするために4分の1に切りました。こういう感じで、それでいつも最初に下漬けといって塩もみをするんですが、塩もみをするとさらにもう手とかネバネバ感が増えるので、長芋の場合はもう塩もみせずにぬか床に入れていくのがいいと思います。ホーロー容器とジップロックにつけていきます。ホーローは大きいので大きい部分をつけていきます。皮を上にしてこちらを下にすることによってぬか床の乳酸菌を入りやすくします。そして少し小ぶりな方はジップロックでつけていきます。はい、漬け込み完了ですので1日待って食べていきたいと思います。それでは2日経ってしまいましたが、長芋どんな感じか見ていきます。思ったほどこのネバネバ感がぬか床に移ってるということはなさそうです。こういう感じで皮付きのまま食べていきたいと思います。皮付きの皮を残してやっぱり皮付きの皮を残しておいた方が美味しいです。まあこれどんな時でもですね、果物でも何でもなんですが、野菜でもやっぱ皮残した方が僕は好きですね。まあ生の時もわさび醤油つけると思うんですが、これもお酒のあてにする時にわさび醤油をちょっとつけても美味しいかもしれません。このジップロックの方も、ぬかにネバネバ感が思ったほど映ってないです。よかったです。では食べていきます。2日間つけてしまったので、ちょっとつけすぎたのですが、やっぱりジップロックの方は、ホーローに比べて浸かりが浅いのでジップロックだと2日ぐらいがちょうどいいかもしれません。切れてませんでした。ぬかの香りがしてぬか漬けを食べているような感じです。ということでホーロー容器なら1日、ジップロックなら2日が漬け込み期間としては一番いいんじゃないかなと思います。